必ずやろう日本最高朝豊ですこの動画を見てなるほどなんてね思ってくださったら是非さて中国の人権侵害状況に対してですねこれを非難する決議案というのがまあ、だいぶ遅れましたがようやくですね2月1日にまあ、上庭されて決議される見通しが立ったということが報道されてたりします。 まあかなり遅れたけれどもまあなんとかね決議が挙げられるってことになったんだったらまあよかったんじゃないかなんていうねまあそういう意見も少しはあるのかもしれませんがまあいくつか報道されているようにですね中国に対する人権侵害に対しての非難決議であるべきなのに。 この中には中国という言葉もないし人権侵害という言葉もないし避難という言葉もないという一体何なんだという話にちょっとなってるところもあるんですね。もともとですね、この決議については6月の段階において一旦話はまとまりつつあったわけなんですけれどもところが 公明党とそれからまあ自民党の親中派がこれではダメだという話になってお流れになったというそんな悲しい歴史がありました。びっくりですよね。共産党も立憲民主党もこれでいいと言っているのに、 なんと政権与党の自民党と公明党が邪魔して成立しなかったという誠にもって恥ずかしい話になりましたで、この6月の時もですね実はなんと中国という言葉はこの決議案の中にはなかったんですよで、そういう点で問題があったんですがさらにそこから大きく後退したのが実は今回の決議案で 6月の決議案がそのまま今回ようやく成立しそうですという話でも実はないということも私たちは理解しておかないといけないっていうことになるんですね。ではどういうところが書き換えられていったのかということについては元のですね6月の案に対して 赤入れが入ったものというのが、これがネット上に出回っていますので、それを皆さんとともにですね、確認をしたいと思うわけです。さあ、まず最初にタイトルがあって、その下に本文が始まる形になりますが、まず本文の1行目のところを読んでもらいたいんですけれども、近年、新疆ウイグル、チベット、南モンゴル、香港、ミャンマー等でって書いてありますよね。 なんでここにわざわざミャンマーというものを一つ入れなければいけなかったのかということになるわけですよ。中国だけに対して向けているものではありませんと。人権問題について懸念がある、まあいろんなところの話を一般的に扱っているだけなんですという形にするためにわざわざミャンマーを ここの中に入れたという形になるわけですね。で、これは今赤入れが入ってないのでわかる通り、実は6月の段階からこういう話になっていたということになります。さて、まあそのことは置いておいて、まずですね、タイトルを見ると、え今回のその日本の国会においての位置づけというのが非常に分かりやすい形になるんですね。 新疆ウイグル等における深刻な人権侵害に対する非難決議案となっているまず侵害が状況に変えられ非難が消されているということが分かりますね。つまり人権侵害があるとは日本国家は認めていないんですとなんかこういろいろ深刻な人権状況があるって聞いてはいるんだけれども このことについては日本はそうは認めていないからだから非難はしませんよということになるんですね。 で、そのことはですね、本文の2行目の後ろの方を見てもわかるかと思うんですが、えー、2行目の後ろのところに、深刻な人権侵害が発生しているの、侵害が発生しているのところに横線が引かれた上で、深刻な人権状況への懸念が示されているになっていてですね、 侵害が発生しているという事実認定はしないで、あくまでも状況に対する懸念があるんだに変えられているということがわかりますよね。やはり人権侵害があるとは認めてはいないんですよという話になるわけです。さて。 まあずっと本文下がっていって第4段落目「本因は」から始まるところの段落ですがその段落のところにやっぱりこう長くこう横線が引っ張られて消されてる部分がありますよね。でそここのととととろを見るる何が書いいてあるかというと これを強く非難するとともに深刻な人権侵害行為を国際法に基づき国際社会が納得するような形で直ちに中止するようというところが消えていますよねそうするとやはりですね日本としてはこれが事実だと明確に認めた上で非難するということはやりませんよという話になりまたですね 国際社会が納得するような形で直ちに中止せよということも求めてはいませんよ。だって事実だとは認めていないんですからね、という話になってるわけなんです。で、そのことがよくわかるのは、その横線で消された部分というのを、まあ、この本文の下のところにですね、まあ、新しい文章として挿入するものが書かれていますよね。 でそこのところに何て書いてあるかってことなんですよするとともにって書いてあるところですねその後ろです真剣な人権状況について国際社会が納得する形で説明責任を果たすようと書いてありますよね つまり人権侵害があるとは認めてはいません。あくまでも求めてるのは説明責任を果たせなんですよになっているわけなんですよ。さて次の段落も見ていきましょう。次の段落でやはり赤線を引いて削られているところを見ると立法府の責任において深刻な人権侵害を防止し 救済するために必要な法整備の検討に速やかに取りかかる決意であるって書いてあるじゃないですか。それがバッサリ切られてるってことなんですよ。ということは日本の国会は深刻な人権侵害を防止してその人権侵害を受けたような人たちを救済するために必要な法整備というのをすぐにはやらないと言っているようなものじゃないですか。 で、既にですね、日本の中においても、例えばウイグル人の方が日本において活動されていて、で、ね、自国のこの人権侵害状況を何とかするのに日本政府に頑張ってもらいたいというような働きかけをやっていたりしますよね。で、こういう人たちに対してですね、いろんな形で圧力が加えられている。帰国しろと言われ、 そして帰国を拒否すると家族が拘束されるといったような事態が生まれているなんていうことはこれはですねもう日本政府も当然知っている話だったりをするはずですこういう人たちをですねちゃんと救済するための法整備というのをやっておかないとこういう人たちを守れないということが起こるわけなんですね例えば中国側はどういうことをやるかと言ったら パスポートのですね、更新を拒否するというような感じのことをあえてやったりするわけなんですね。で、パスポートの更新を拒否されたら、そうしたら、あ日本にはずっといると不法滞在ということになってしまう。 まあそれでですね、帰らざるを得ないなんてことがあるんだけれども、そういう背景がある人たちに対しては、パスポートの更新がされない場合でも、ちゃんと日本の中にいられるようにしてあげますよというような法整備は必要になるはずなんですけれども、そういうことを今のところはやっていないわけなんですが、そういうものを整備していくということを速やかにやるべきでしょと思うわけなんですが、 こういうことをあえて消すということで、すぐには取りかかることはしないですよと逆に言っているような形になっているわけなんですね。さて、それで最終段落を見ていきましょうということです。最終段落のところも人権侵害の侵害が消され人権状況になっているっていうのもありますが、その第2行目のところですよね。 事実関係の徹底した調査を行うべきであるというその文言がありました。 私はですねこの事実関係の徹底した調査なるものもですねもうすでに終わってる話でしょうということで今頃何でこんなこと言ってるんだよぐらいに思っていたところなんですがここがさらに後退しているのが分かりませんかね。事実関係に関する情報収集を行うべきであるなんですよ。 徹底した調査はやらないであくまでもそれに関する情報収集を行うところまでさてこのようにですね今この新たな形で決議案として出てきているものを冷静に見た場合にどれだけ後退したものなのかっていうのがこうはっきり見えてくるんじゃないかななんてね、えー、私自身は思うわけなんです。 さて中国という国はですね国外に出ている中国人に対してもいろんな形で圧迫を加えるとといいうことでよく知られていますさてスペインに拠点を置く人権団体でセーフガード・ディフェンダーズというところがあるんですけれどもここがですね2014年からまあ2021年に至るまでの間に中国のですね公式的な発表においても 1> 約1万人の人がですね。まあ、国外からまあ、連れ戻されるような形になっているんだということを明らかにしています。こうした人たちの中にはまあ、汚職官僚と呼ばれる人たちがね。結構いてまあ、汚職官僚の人たちが海外にですね。資産を逃がしてで、家族もそっちの方にやっておいてでそこにですね。自分も合流して。 まあそういう感じでのうのうと生きようとしているのをまあ摘発しているというような話もまあたくさんあるんですがところが今はこの状態がどんどん拡大されてしまって汚職官僚だけではなくて中国政府にとって都合の悪いことを発信するような中国人に対してもこの目を向けているっていうのがあるんですね。 で例えばなんですけれども、アメリカに在住してアメリカの永住権を取得している王聖優さんという人がいるんですけれども、この人は SNS 上でですね、 中国とインドがこうやってぶつかったっていうそういう出来事がありましたけれどもあの軍事衝突の時にですね中国側が発表している死者数というのはちょっとおかしいんじゃないかなというようなことを挙げたらなんとそのことでもって中国に帰ってこいというようなことが言われでその帰ることを拒否するとですねそのことでもって家族が拘束されるなんていう事態が発生したりもしたわけなんですね。 まあこんな形でですね、中国国外に逃れた中国人が情報発信をするようなことまでですね、目を光らせるために国家観察委員会という組織が立ち上げられています。 観察っていうのは、あの、注意深く見るという方ではなくて、目を光らせておくという方の観察なんですが、もうその国家観察委員会というものが立ち上げられて、それでですね、いろいろとこう情報収集をやり、そういう中国人に対して目を光らせるということをやった上で、まあ、国内に連れ戻すためにですね、いろんなことをやってるわけですね。 まあ工作員が送られる。捜査員が送られる。まあそれでもって直接脅迫したり、引っ張っていこうとするようなこともある。まあそんなようなことが、まあバンバン行われてるっていうようなことがですね、現実問題としては発生してるんですけれども、まあこうしたことも頭の中に入れた上で考えるとすれば、日本の中にいるチベット人や、あるいはウイグル人や、 香港人などに対してのですね保護規定みたいなものは必ず作っていかなければいけないんじゃないかななんてね私自身思ってるところがあるわけです今回の決議ではこういう部分をバッサリ削除するということをまあやっちゃってたりはするんですけども 削除したかどうかにかかわらず、まずこういう法律というものは、ね、国会に提出して審議はしていただきたいし、成立させるように持っていきたいですね。で自民党や公明党がなかなかこういうことをやろうとしないのだということがあるんだったら、ね、これこそ野党のチャンスじゃないですか。 ね、こういうものをボンとこう国会にです、ね、提出をした上でこういうことで与党を追い詰めるということをですねぜひやってもらいたいなと、えー、私自身は思っていたりします必ずやろろう日本最高浅川豊でしししたチャンネル登録ぜひよろしくお願い,いたしますまたあベルマークの通知設定を全ての方にしていただくようこちらも合わせてお願いいたします